えらい月曜日なんですけども賑わってますね。平日なんですけど、あ、こんな感じになってるんだ。ちゃんとね、車止めもついてますね。水道はね、こんな感じで、ここでね、火も使えるようですね。さすがね、オートキャンプ場だけあってね、この一区画がね、大きいですね。わ、すごい賑わってますね。今日月曜日なんですけどもね、これ街灯もやはりね、ありますね。あ、何やら株が見えますよ。株で来てる人がいるみたいですよ。あ、結構広いですね、こっちの方は。ちょっと寒くなってきましたね。まあ、こっちは賑やかでいいんですけどもね、向こうの方がね、平日だったら空いてましたけどね。いや、本当ね、今キャンプが流行ってると言いますかね、ブームが来てると言いますか。キャンプね、人気ですね。これ平日でこれですからね。まあ、やはり新型〇〇のね、影響が大きいでしょうかね。さあ、こんな感じのね、キャンプ場、ほんと広々とした広大な敷地の中にね、いろんな施設、温泉があったりもしますけどもね。私は展望台を見に行ってからお風呂に行ってキャンプ場に戻って焼肉と、そんな計画ですね。へけ。さあ、いい運動になりましたよ。さあ、ここ門が6時で閉まるようですね。もうちょっとですね。現在5時20分。さあ、展望台ということなんですけれども、何やら墓地のようなそんな雰囲気ですけどもね。あ、大仏展望台、この上すぐ、あれ、これ駐車場とかないんでしょうか。あ、行き過ぎたか。すごい、こっからね、海面、あれ、海ですよ。なんか変な感じですよ。海がなんか上にあるような感じ。すごい感覚ですね、これ。これ展望台ですよ、展望台。これ、いい景色見れるんじゃないですか、これ。これ、駐車場とかあるんでしょうかね。うわ、すごい。すごい景色だ、こりゃ。あ、そこ駐車場ですかね。あ、ここ駐車場じゃないですか。駐車、これ、お墓、墓地のようですね、ここ。ちょっと止めて歩きていきますか。現在時刻17時23分ですね。今私ね、こちら、兵庫県神戸市でしょうかね。これ何て読むんでしょう、あ、神戸市ですね。何て読むんでしょうかね。なんちゃら、お墓のね、管理事務所。ここすごいですよ、景色。ちょっとね、行ってみましょうかね。大仏さんがあるみたいなんですけどもね。これは、どっちから上がっていくんでしょうかね。この道路沿いから行った方がいいんでしょうかね。先ほど何か看板ありましたよね。登ってすぐというね。あそこですね。こっちから行った方が早いような気もしますけど、こっちから行きます。いや、これはね、かなり期待できますよ。今の時点ですごい眺め良かったんでね。こちら、ひよどり越え大仏展望台。ひよどり越えって読むみたいですね。難しい字ですね。うわ、やばい。これはすごいぞ。この上でしょうかね、まだ。あれ、でもこちら、お墓のようですね。すいません、失礼いたします。展望台ということで上がっていいんですよね、これ。あれで、展望台どこですか。あれで、こっちかな。大仏さんの写真がね、 Google マップ上に出てたんですけども、どでかいね、大仏さんの銅像のようなものがね、ありました。こっち、うわ、すごいじゃないですか。これですよ、これ。おお、いいじゃないですか、これ。すごいですね、これ。あ、ベンチがあって、ひよどり越え、大仏展望台。すごい。綺麗な景色ですよ、これ。神戸のね、海ですね、こちら。そして、うわ、大仏さん。なかなかのでかさですよ、これ。さあ、こちらね、ド迫力のね、ド迫力の大仏さんに、そしてこちら、神戸の、海ですね。綺麗じゃないですか。なかなかね、すごい眺めですよ、これ。気持ちいい風がね、そよそよと、そよ風が吹いておりますね。しかし、非常にね、眺めもいいんですけれどもね、ちょっとお墓っていうのがね、多分これはね、夜は来れないですね、さすがに。夜来たら夜景とか綺麗なんでしょうけどもね、これ。これはちょっとお墓なだけにね、夜は怖いですね。皆さんもね、神戸来られた際ね、こ
ここまで来ることはないでしょうかね。あの先ほどのねキャンプ場、あの幸せの村キャンプ場ね、行かれる際にはね、こちらね、ひよどり越大仏展望台寄られてみてはいかがでしょうか。決してね、あの暗い時間帯に来ないように。このような状況なんでね、いやいいもの見れましたよ。すごい、これは金がありますね。金が南無阿弥陀仏と書かれてね、あ、締め切りになってますね。さあお風呂で使ってね、のんびりと疲れを癒しますか。いやすごいですね、海がね、ほんと綺麗に見えますね。さあ現在時刻17時37分ですね。先ほどのねキャンプ場のお風呂までね、ここから10分ってなってますね。近いですね。あ、夕日が綺麗ですね。さあ始まりましたよ、日本酒3周目ハスさんの旅。あれこっち、なるほど、こっちをこの歩道みたいなところを行かないといけないからちょっと分かりにくかった。入り口のねゲートが最初来た時と違うゲートから入ったんでちょっと分かりにくかったですね。さあこちらのね P2P3 って書いてるところに止めるらしいんですけども、あ P3 ここですね。いやほんとね、この時間今ね5時48分なんですけども、寒くなってきましたよ。明日あたりからね暖かくなると思うんですけどもね、天気予報では暖かくなってほしいですけどもね。駐車場もう一つ向こうのね2番の駐車場の方が近かったかもしれないですね。2番か3番って言われたんで手前の方に止めちゃいましたけども、これでしょうかね、本館。何やら広すぎてよく分かりませんね。こちらの方だと思うんですけどもね、どこでしょうか。きつくなってきましたね。ここでしょうかね、本館宿泊館。ここじゃないんでしょうか、温泉センター。こっち、あ、書いてる、こっちなんですね。何なんでしょうかこの施設は一体。体育館、あ、コンビニがある、デイリー、ワイワイハウス、あ、子供の遊び場があるようですね。あ、そっか、なんとなくホテルっぽいなと思ったら宿泊施設なんでね、一応ほぼそういうことですか。温泉フロント、なりましたね。いや今ねお風呂上がりに外でね涼みながらこのバス停のねベンチのところでねコメントを読ませていただいてたんですけどもね、嬉しいですね。日本一周3周目のね初日ということでね、たくさんコメントねすんごいいっぱいいただいてね、グッドボタンもね本当嬉しいですよ、ありがとうございますですよ。いや皆さんにね元気をいただいてますよ、本当に嬉しいじゃありませんか。さあ現在時刻19時37分です。ここからねキャンプ場は、キャンプ場はっていうかもうキャンプ場の敷地内なんですけど、5分ほどねかかりますね、バイクでも。ほいっと、綺麗な明かりじゃないですか。寒いですよ。いや、やっぱり有料のキャンプ場ね、こういうとこだったら夜もね全然怖くないですね。明るいし全くね熊の心配もないですからね。ここは初日本当のねキャンプしたキャンプ場に来ましたけどもね、山奥の本当の誰もいないカンソロのキャンプ場だったら怖いですけどもね、真っ暗闇の山の中は。まあ、この旅では幾度となくそういう場面にね今後出くわすと思われますけどもね、初日はとりあえず安全なキャンプ場ということで。さあ焼肉とビールにしますか。いやすごいここはね明るくていいですね、トイレも。ここに泊めさせてくれるっていうのがまたありがたいですね。いやここすごい
あの炊事灯の明かりがありがたいですね。これはあの街灯もね明るいじゃないですか。これこれはいい。わこれは助かるな。これは助かりますね。あ明るいですね。こっちもちょっとどこで焼肉しますか。明るいところでね。さあやっとご飯にあれつけますよ。あ氷はまだ残ってましたね。とりあえずビールいただきますか。いただきます。お疲れ様です。くわいやうまい。さあお肉焼きますよ。何時ですか。もうお腹ペコペコですよ。8時35分。さあ今日はね炭水化物ご飯は抜いてね、ご飯の代わりにねこのキャベツベジコレ野菜にします。旅の間に何キロ痩せるんでしょうか。これが私の白米の代わりです。よしさあ行きますよ。お肉投入お肉投入お肉投入いけカルビです。今日はカルビが好きなんです。焼肉といったらねカルビですよ。さあもう食べれそうなんでいただけますか。さあカルビいただきます。野菜と一緒にねいただきます。うまい。しみる。これはうまい。いい感じに焼けてるじゃないですか。野菜と一緒にね。うん。わあ、うまかった。ふう。いやあ、熱々の焼肉はね、ほんと最高ですね。めちゃめちゃうまかったですよ、ほんとに。しみる。熱々のね、やけどしそうなぐらいの焼肉とシャキシャキのね、キャベツ最高でしたね。フライパンがまだ熱いうちに洗っちゃいましょうかね。油汚れがね、大変なんで。今のうちだ。すぐに落ちてくれる。油もね、固まると洗うのが大変なんでね、簡単に綺麗になりましたね。生ゴミはどこでしょうかね。こっちか。どこだ生ゴミは。これか。現在時刻夜の10時11分です。テントの中ね夜は寒いです。おやすみなさい。お酒飲んで眠いです。私なんとか生きております。ここね、寒すぎて眠れないです。4月もう5日なんですけどね、耐えられない。これはなんか冷蔵庫の中にいてるようにね、ふわっとね冷気がすごいんですよ。ここ本当に過去最強に寒いです。ここ眠れないです。これね冗談抜きでね、このね床からねすごい冷気がふわっときてね、寒くて凍えそうで眠れないです。僕がね今までキャンプしてきた中で過去一番最強に今寒いです。1月にキャンプした時よりもね、真冬のキャンプよりも今寒くて凍えそうでね、もう思わずね耐えきれなくてマスクもつけたらちょっとマシになるかなと思ってマスクをつけて、なんとか今ね体温を保っております。私凍えそうです。なんとかかろうじて生きております。めちゃめちゃ寒いです。
めちゃめちゃ寒いです。助けて。